パリ高等法院におけるシャルル7世の震災座高等法院はアンシャンレジーム期のフランスの最高司法機関である。パルルマン、または、表情法院とも日本語訳される。なお、パーラモンは、語源的には、話し合いの場を意味するもので、現代では、議会を意味するが、フランスの高等法院は裁判所であって、立法機関ではない。高等法院は、売介制により、 官職を購入した報復貴族により構成されていた。通常の司法権限だけでなく、直令や法令の陶器や国王に権限する立法的行政的権限も有しており、貴族階級の特権を擁護する彼らはしばしば王権と対立した。その対立の最たるものが、ルイ14世の治世初期に起こったフロンドの乱である。ブルボン朝末期には、彼らと国王,王との対立が、 フランス革命の契機の一つとなった。革命が起こると高等法院は1790年に廃止された。中世のフランスにおいては国王を取り巻く、王会が王国内のすべての事項を取り扱っていた。13世紀、王権の拡大に伴い王会は政務を扱う、国務会議、財政を扱う会計監査員、そして司法を扱う高等法院の3つの機関に分割された。 当初はパリ高等法院だけであり、して島にある中世の宮殿内に建てられ、この場所は現在のパレド・ジュスティスである。14世紀まではパリ高等法院が王国全域を管轄していたが、百年戦争の混乱が続く1443年にシャルル・ナラセイがラングドック地方に独自の高等法院を認め、トゥールーズ高等法院が設置された。これが、 最初の地方高等法院で、その管轄権は南フランスのほとんどの地域に及んでいる。1443年からフランス革命までに他の地方でもいくつかの高等法院が設立されている。アンシャンデチーム終焉までに地方高等法院が設立された地方はアラス、メス、ナンシー、コルマール、ディジョン、ブザンソン、グルノーブル、エクス、ペルピニャン、トゥールーズ、ポー、 ボルドー、ルーアンである。これらは歴史的に独立性が強い地域の行政首都に置かれた。パリ高等法院は北部と中部のほとんどを占める最も広い管轄地域を有しており、単に高等法院と呼ばれた。これらの法院の官職は通常は国王から購入し、そしてこの身分は国王ポーレット税を支払うことによって世襲ができ、報復貴族と呼ばれた。 国王によって強固に統一されているのではなく、司法制度、税制そして監修において多様であったフランスにおいて、彼らは強力な文献勢力となっていた。いくつかの地域では、地方三部会が継続して開催され、ある種の自治による立法と管轄地域における調税を執行していた。通常の司法機能以外に、すべての高等法院は、 直令の発行や監修法を実施するための規定布告を出すことができ、それゆえ彼らは基本法や地方監修に反すると判断したならばその直令の登記を拒否することもできる直方登記権と国王に助言を述べる権限権を有していた。司法官たちの見解では、高等法院の役割には立法家庭に積極的に参加することが含まれるとし、 このことが彼らとアンシャンレジーム期の絶対王権の進展との紛争の増大をもたらすことになり、16世紀には国王が震災座に付き直命の陶器を強いるようになった。高等法院はガリカにスムを擁護して教皇に対する王権の優越を支持した。ユグノー戦争の時には高等法院は 強行の権力を強化するトリエント公会議の教会改革のフランスへの導入に反対した。内戦の終わりにはアンリ4世は各地の高等法院の忠誠を獲得している。直行等危険と権限刑をもって高等法院はしばしば王権と対立した。その最たるものがフロンドの乱である。パリ高等法院はイングランド議会と同様の王国内の財務に関する。 権限を要求した。イングランド議会を構成する議員のうちの庶民員は選挙で選出された議員によって構成されるが、高等法院は世襲官僚によって構成されている。1673年、ルイ14世は直例の登記に際して高等法院によるいかなる批評も禁じた。これにより、彼の知性では高等法院は権限権を封じられてしまった。 ルイ14世が死去すると、パリ高等法院は、王の遺言を廃棄して、オルレアン号の接衝就任を支持する代わりに、権限権を取り戻している。1750年、高等法院は、全新聞に対する課税を含む、王権強化の改革を妨害した。このため、ルイ15世は、高等法院の権限を削減する決意をする。1771年、 大法官モープーは、パリ高等法院と地方高等法院を廃止して、権限を6つの機関に分割する司法改革を断行した。だが、次のルイ16世は、高等法院なしに、国王はないとのモールパ博の進言により、1774年に高等法院を復活させる誤りを犯してしまう。そして、ルイ16世は常に高等法院の抵抗に、 間妥を強いられるようになった。高等法院はフランス革命前の1780年代の政治的同様に重要な役割を果たしている。高等法院は貴族特権を守るために国王に抵抗していたのだが、国王の先制に反対する民衆の父として多くの人々から支持された。あらゆる改革に抵抗することによって彼らは革命を準備したことになる。だが、 高等法院は革命の最初の犠牲者となった。1790年国民議会の決定により世襲の司法官たちは選挙により選出された新たな司法官に変えられ、高等法院は解体された。高等法院は民事、刑事、行政の裁判権限を有し、終身裁判所となるが、他の行政書院の管轄事件については上告が可能になっている。 最高責任者は国王の信任状をもって任命される法院長で組織は大審議部、調査部、申請部からなっているが地方高等法院によって部局の数や構成は異なる。法院の司法官になるには弁護士の資格を取得して売官制を通じて国王から官職を購入する。官職はポーレット税を国王に支払うことによって世襲が可能であり、 新興ブルジョワ階層から新たな貴族が生まれ、彼らは中世以来の体験貴族に対して報復貴族と呼ばれた。民事裁判では、訴訟当事者たちは司法官にエピスを支払わねばならない。このため、裕福なものや縁故があるもの以外の平民にとって、民事裁判は縁遠慮いものだった。刑事裁判の手続きは著しく古風なものだった。司法官は自白や、 共犯者の名前を引き出すために、容疑者の拷問を命じることができ、通常の拷問である、通常尋問とより、残忍な特別尋問が存在した。容疑者が貧しい単なる平民の場合は、無罪の推定の概念は、ほとんどなかった。単なる窃盗を含む、様々な犯罪に対して死刑が宣告でき、これは犯罪の種類と被害者の社会階層によった。処刑は貴族には、 暫死刑、平民には、公死刑が行われ、平民による、凶悪犯罪には、車先の刑、異端と無心論の用語には、家刑が執行された。大法呂のような犯罪には、より残忍な処刑方法が執行される。司法官による拷問や残忍な方法の処刑は1788年に、ルイ16世によって廃止されている。理論上は、高等法院は、立法府ではなく、 裁判所である。しかしながら、高等法院には、すべての直令と法令を登録する責務があり、直令は、高等法院が登記して発行する。いくつかの特に、パリ高等法院は、次第に、彼らが同意しない法令の登記を拒否するようになり、国王は震災座を開催するか、公金令状を出して強制するようになった。また、 高等法院は国王に対して助言する権利と義務を有しており、国王はその助言を重んじることになっているが、必ずしも従う義務はない。さらに高等法院は治安維持や行政に関する指導権限を有し、管轄地域に適用される委員判決を定めることができ、行政権と立法権も兼ね備えていた。 絶対主義の確立を進める王権に対して貴族の所得権を擁護する高等法院は国王としばしば対立している。フランス革命直前の数年間、アンシャンレジームでのブルジョアと貴族の所得権の保護への高等法院の非常な関心はフランスにおける様々な改革を阻害し、理論上は絶対王政を支える改革であっても抵抗した。高等法院のこの行為が フランス革命以降、フランスの裁判所が、フランス民法典第5条によって、法律の制定と立法機関として活動することを禁じられ、権限を法律の解釈に限られた理由の一つである。ナポレオン法典以降、フランスは、判例が普通法の国でほど強力ではない近代、大陸法制度の起源であった。先例順優の法理も、単一での最高裁判所もなく、 裁判所の意見審査権もないフランス法制度の弱さの原因は、司法官による統治との敵対に起因している。和書、ありがとうございます。